どうだよ、始まりました、もちつちゃんです。今回はですね、いよいよ終わったセルタですね、のその教え方っていうものについてちょっと考えていきたいんですけど、まあ、終わりました。ですね、課題も全部出し終わりですね。まあ、課題4回中3回再提出しましたけど、ですね、結局再提出がなかった人1人だけでしたね。クラスメイトの中で。まあ、大変でした。で、まあ、良かったこと、悪かったことっていうか、ちょっとどうなのかなと思ったこととかをいろいろ話そうかなと思います。まあ、いい点としては、一番良かったのはやっぱり英語の生活に戻れたっていうか、多少ですけど、まあ、一日中ずっと英語で過ごしてたので、そこが良かったかなと思いますね。もう当然授業も英語ですね。で、発言するのも英語ですし、で、クラスメイトとかと話しても休み時間もずっと英語。で、自分が授業をしても全部英語で授業しますから、そこでもずっと英語ですね。で、課題も英語で書きますから、ずっと英語生活っていうのは、なかなか楽しかったなと思いますね。で、だからそうですね、この動画とか見てくださっていろいろですね、セルタ考えた方もいらっしゃると思いますが、英語できることが大前提になっておりますので、喋れなかったら、聞き取れなかったら、全く、コースに参加することできませんので、ですね、そこは大前提です。で、その他ですね、いろいろ考えたことを言ってみたいと思いますね。まず、すごく良かった点としては、まあ、普段やってるような教え方ですね、自分がセンター、でこうティーチャーセンターでこうなんかこう教えていくっていうのではないやり方だったので、それはすごく面白かったなと思いますね。スティレンツから、答えを引き出すっていうですね、その教え方っていうのはなかなか面白いなと思いました。まあ、リワーディングっていうふうにですね、表現していました。確かに自分がこう教えてる時もなんかそれで分かってくれたっていうのでこう達成感ありますけど、同じようにというかちょこっとそれとは違ったですね、喜びがありますね。生徒たちがこう自分で答えを導き出してくれたっていうのですね。で、そこは確かにすごく良かったなと思います。あとはまあいろんな理論だったりとかですね、構成の仕方ですね、授業の構成の仕方っていうのを学んだので、これは教材制作だったりとか、でさらにはいろんなこれからやっていく授業ですね、4技能系とかってスピーキングやライティングが入ってるやつの構成ですねを考えるのにすごく良かったかなと思っていますね。だ教材作りもこれでかなりやりやすくなったなと思っています。で、それがすごく良かった点だと思いますね。で、良くなかった点ですね、っていうのはまあ一番大きいのはですね、この何でしょうね、最初はいわゆるあんまりわからないままやるじゃないですか、授業をですね。その自分たちが教えるんですけど、ですね、8回授業があるんですけど、こうやって教えていく中で、だんだんそのセルタのスタイルに合わせなきゃいけないわけですね。自分の教え方を。なんで、こう最初は結構やっぱ自分のスタイルに近いまま教えてました。で、それからだんだんこうセルタ式になっていって、自分が中心じゃなくて、相手からですね、いろいろ答えを導き出すっていう形式に変えていくんですけど、ですね、どう考えても自分そして生徒の満足度がそうすればするほどですね、下がっていくっていうのを感じざるを得なかったですね。まあ日本人相手だったっていうのもあるのかもしれないですし、でいろんな、こうアイデアとかをもっと入れなきゃいけなかったっていうのもあるかもしれないんですけど、やっぱり日本人にそこまでがっつり当てはまってるような教え方ではないと思いますね。やっぱりリーディングやリスニングでもやっぱり全部分かりたいぜっていうのがあるじゃないですか。ですね、一文一文、理解したいっていう気持ちがすごく大きいので、分からないとこを知りたいっていう気持ちを持ってる人がすごく多いです。で、それに対して僕らはそれを言っちゃいけないので、分からなくてもいいんだですね、ちゃんとスキミングスキャニングでして、必要な情報だけ、取って答えを出すんだっていう方式でやっていかなきゃいけません。で、別にいいんですけど、それでもですね、やっぱりそれにしたって教えない部分が多すぎるというかですね、特にやっぱリスニングは全然合わないんですよ。レベル的にやっぱ高いの で、この世界的な標準の教科書と日本人のリスニング力ってやると全然違うので、分からない部分がやっぱ多すぎちゃうんですよ。で、その多すぎてしまう部分をフォローするにも時間がないです。そもそも45分授業なの で、それをフォローすることもできない、そのままで進んでいかなきゃいけない、次々で決まっているので、型が、その型に当てはまったものをやっていかなきゃいけないので、詳しく教えてる時間がないんですね。
うん、どんどん進まなきゃいけないっていうので、非常に苦労しましたね。だからその分、うん、なんていうか生徒たちには分からないぞっていうところが出てきてしまいますし、こっちも あれ教えたかったのになっていうのが出てきちゃいます。これがまあ一番の、うん、どうかなと思った点ですね。だから自分自身の満足度も低くなってきますし、もうこれやんなきゃ、はつきこれやんなきゃとか、時間を合わせなきゃとか、あ自分が喋っちゃいけない、答えを導き出さなきゃってやると、教えたいことをどん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 減らしていかなきゃいけないので、大変でしたね。だからうまく相手から答えを引き出すとか、面白いアクティビティとかを入れないと、どちらの教えてる側も教わってる側も満足度が上がらないっていうのが非常に、多かったですね。だから後半は何もして、まあ、モニタリングしてるんですけど、モニターしてるけど教えてはいない時間がほとんどになるんですけど、それはそれでやっぱりこっちもうーんっていう感じでしたね。やっぱもっと教えてあげたい、こことかですね、どうせできないとか、ここが苦手って分かってるんで、それを見せることができないっていうので、うん、辛かったですね。だからだいたいその授業終わった後に、あのなんかこう遊んでいい時間みたいな、フルエンシーのですね、こうスピーキングをいろいろやる時間とかっていうのが もらえるんですけど、そのチェックはされないわけです。このアセスメントをされないんですけど、その時間は自由にやっていいっていうのがあるんですけど、その時にいろいろ教えてましたね。だからもういろんな知識を与えてました、はい、だその時間は楽しかったです。すごいあの生徒たちもおおそんなルールがあるんだとかですね、そんなあるんだみたいな感じで喜んでたんですけど、そういうのを出すことができないっていうのはかなり辛かったですね。だいわゆる自分のその予備校的な教え方で言うと、ものすごくですね、自分で言うのは変ですけど、ものすごく上のレベルにいるわけじゃないですか。しかしセルタのものに合わせれば合わせるほど自分のですね、レベルが下がっていくというか、こんなんだったら別に誰でもできんじゃないのですね、別に自分じゃなくてもですね、できるっていうですね、まあ自分じゃなくてもできることがいい、うん、ものだと思えばいいんですけど、いやただやっぱりなんていうか自分の100ある力の 5% も出せないなっていうのが正直な感想ですね。それが一番なんか苦痛でしたね。であとはじゃあそのですね、これのレベルをゴンと上げるとですね、この 5% しかできないですね、自分の持ってる能力や知識を出すことができないですね、それを補うためにまあいろんなアクティビティをですね入れていくわけですよ。でいいんですけど準備が大変なんですよ。このさまざまなアクティビティを入れていく、その1回の授業にいろんなのを入れていって、でこの生徒が動いたりするとかっていうのを作ったりとか、いろんなカードを準備したりとか、まあ、あの紙芝居準備してる人もいましたし、ストーリーをいろいろですね、動画用意したりとかビジュアル用意したりとかってやってる人もいたんですけど、いやそこまでやる気にはなれなかったですね。やりましたやったんですけど本当大変です。やっぱ印刷して紙ももったいないと思いますしね、1回でもう使えないし、で何人来るかも分かんないのでですね、それで当日欠席する人もいたりとかもするので無駄になってしまったりとかっていうのもあるので結構大変ですね。いっぱい切ってこう作ったりとかやったんですけど、これはそこまでの準備がいるかなっていうふうに思いましたね。なんで、まあ、これらがちょっと現実的には厳しいかなと。人数多い授業もいっぱいありますからね。なんでそれは、やっぱり習ったことを変えてこううまく入れていかないといけないなと思いました。全てを出す、そのセルタ式、習ったセルタ式を全て出すのではなく、でそこで習ったことを使って、日本のその教育に当てはめていくというか、うまく応用していくってことが重要だなっていうのがですね、このコース終わって今すごく思ってることですね。そういった形でまあこれからやっていこうかなと思ってます。あとはですね、このセルタで習ったことですね、をまあ先生たち中心になると思いますけれども、一応セミナーで出していこうと思います。そのやっぱりすごい発見あると思います。違いがすごいのでですね。まあ、で全部を当然この4週間のコースのことを教えられることできないので、フレームワークとか、どういった形でですね、答えを引き出すかっていうですね、その辺の、ことを中心にですね、ちょっと、セミナーをやろうかなと思っています。今までその皆さんが習ってきた、リーディングとかリスニングの仕方とはですね、違ったものですね。でそのリーディングやリスニングの中にスピーキングやライティングをこう組み込んでですね、
作っていくみたいなのを、ちょっとですね、やろうかなと思っていますので、ぜひですね、興味があったらご参加いただければなと思います。大変でした。まあ大変でした。だからその準備の時間とその課題の時間ですね、それさえなければだいぶ楽です。はい、別にそんな英語困らないので、あとは先生たち優しいです。チューターたちですね、やっぱり合格させようとしてくれますので、非常にそこは優しかったと思います。皆さん、やっぱ課題うまくいかない人は苦しみまくってましたけど、そこまでコースを突破するのは難しくないなっていうのは正直な感想ですね。だから今はこの習ったことですねをどうやって生かして、これからのですね授業にこう組み込んでいくかっていうのを、いろいろと考えてます。まあ、英語でやる授業あるので、実際ちょっとやっていきます。であとはまあ日本語で教える授業でも、いくらでも応用できる部分があったので、それらをちょっと組み込みながらですね、今年はいろんな授業に挑戦してみたいと思います。で、まあ、ぜひセミナーですね、多分まあこの動画が出る頃には決まってですね、この頃にやるっていうふうにですね広告出してると思いますので、またそうですね、いろんな、高校とか中学校とかでもそういった話はしていきますの で, です、ね、まあ、引き続きです、ね、やってほしいっていうようなものがあったらぜひ、ね、お呼びください。そこでいきます。はい、こんな感じ で、今日はそのセルタについて、ね、どうだったのかっていうのを感想を話してみましたです、ね。はい、これから東京に戻っていよいよです、ね、仕事の生活に戻ります。はい、ご視聴いただきありがとうございました。 Thank you for watchingMake sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.